こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2023年の6月28日を1時間近く過ぎてしまいましたが、見ていきたいと思います。現在の枝コインの値段はなんと40円切ってしまいましたね。残念。39.68円ということで、今こちら4時間足ですけど、こんな感じでね、ここでちょっと粘ってくれそうで、やっぱりダメだったという感じで、もうガーッと上がってから半分ですね。まあ、ちょっとまた30円台になってきてしまったのは、ちょっと非常に残念なところです。では、ツイッター見ていきたいと思います。セバスチャンさんですね。Speaking about PyMA ということで、京都の IVS という、イベントに行かれてるみたいですね。若い方がね、結構ツイートされてる方が多いです。まあ、京都で、いろんなところで、こう、サテライトイベントなんかあったり、二条城なんかも使ってるイベントがあるみたいですね。はい。ただまあ、体の関係は多分展示はしてないと思いますし、多分、セバスチャンさんと、昨日お伝えしたかな、あとエマー号のアフリカの方がね、ちょっと話をするということでした。ミスタービットコインさん、ビットコインの現物 ETF の申請の最新情報、ブラックロックとかいろいろありますね。はい。で、これが結構ツイートでいっぱい流れてくるんですね。はい。で、ビットコインの値段は、まあ、そんな上がってないですけど、結構高い440万前後で維持してるということです。はい。ビットタイムスからはマイクロストラテジー約500億円相当のビットコインの追加購入と。ビットコインを購入し続けていることで知られる米国のビジネスインテリジェンス企業マイクロストラテジーは6月28日に約3億4700万ドル、約500億円を用いて1万2333ビットコインを購入したと発表しました。今回購入されたビットコインの平均購入価格は406万円とされており、これによりマイクロストラテジーが保有するビットコインの枚数は、15万2333万ビット3ビットコインになったということですね。ビットタイムスからは、現物の ETF の話もありますね。資産運用、フィデリティ、ビットコイン現物 ETF、近日中に申請かと。フィデリティはビットコイン ETF の申請を準備していると伝えられています。フィデリティがビットコイン現物 ETF を申請しているという噂は以前から報告されていましたが、6月27日には仮想通貨メディア、ザブをブロックがフィデリティの計画に詳しい関係者の話として今回のニュースを報じています。ザブロックの報道によると、この関係者は早ければ現地時間火曜日にもフィデリティのビットコイン現物 ETF が申請される可能性があると語ったとのことです。はい。ということで、はい、この辺がね、ビットコインが本当に値段を維持している理由になっているんだろうなという感じがします。はい。で、国内もね、動きがあるみたいですね。SBI クリアリング信託、国内初暗号資産信託の業務開始とありますね。報道だけじゃないみたいです。はい。ビットタイムスの記事です。SBI ホールディングスの子会社 SBI クリアリング信託株式会社は6月28日に暗号資産取引所 SBI VC トレードと提携して国内初となる暗号資産信託の業務を開始することを発表しました。 SBI クリアリング信託は暗号資産信託の業務を開始することについて金融当局からの認可が得られたことを受けて今回の業務開始を決定したとのことで、公式発表は現在の国内暗号資産市場では暗号資産等を取り扱う際の制度整備も行われ、顧客に帰属する金銭の信託保全が暗号資産交換業者によって義務化され、健全な市場の発展へつながっていると説明されています。具体的な業務内容については明らかにされていないものの、暗号資産信託の業務は2023年7月から開始される予定と報告されています。SBI クリアリング信託は、信託会社としての国内初となる暗号資産、現物の信託の引き受けを行い、これまで培った信託のグループシナジーを有効に活用しながら、暗号資産市場における決済機能の強化、取引商品として成熟化を図ることで、暗号資産市場に参加する顧客保護及び暗号資産業界全体の活性化、安定的な発展に貢献していくとコメントしていますということですね。まあ、これで活性化したらいいですし、まあ、SBI は、ADA もね、扱ってくれているので、ADA も絡んでいくといいなと思いますね。はい。で、SBI といえば、北尾社長が有名なんですけど、こちらの小田元気さんの、ね、ツイートが今日出てます。なお、あ、なおから始まっちゃいけない。
はい、先ほどリミックスポイント、これビットコインと、ね、取引所やってる会社ですね。定時株主総会が無事終了して、すべての決議事項が承認されました。新経営体制が承認されたこともあり、私も正式に辞任となりますと。リミックスポイントに関わり11年間、さまざまなことがありました。多くの仲間、学び、成長機会をいただきました。ということで、この方が退任されるということですね。はい、でこの方は、初めての Ada っていうね、本の監修かな、をやってくれた方で、まあ、ビットポイントもそうですし、その本の関連でもね、非常に Ada に、体のコミュニティに近い方みたいですよね。はい、でその方が、SBI の常務取締役とかどっかに書いてあったと思うんですけど、ここですね、リミックスポイントの元代表取締役でビットポイントの代表取締役です。 SBI ホールディングス常務執行役員社長特命事項担当ということで、すごいですね。まあ、業界入れ替わりがね、いろいろ本当に、早いなというふうに外から見てて思いますね。はい、ただ本当に SBI といい、このビットポイントといい、まあ、小田さんといい、Ada にね、こういう有名な人たちが絡んでくれると非常に嬉しいなと思います。はい、アンゴロさん、幸せの国ブータンの政府がビットコインのマイニング事業に参入しました。ビットコインの価格に与える影響を予想しますということで、まあ、ネタバレですけど、まあ、ポジティブですよということですね。はい、で幸せの国って言われるけど、今はね、もうそんなに幸せ順位が高くないというようなことも出てて、それもちょっと勉強になりましたけどね。はい、ということで、ビットコインはね、維持してるんですけど、アルトコインがね、というか、まあ、はっきり言って、Ada がね、冴えないのが非常に悲しいなと思います。はい、ちょっと早いですけど、値段に戻りまして、本当厳しいですね。39.68円。はい、14,012.9×39.68 で、元本が10万円ですので、計算しますと456,032円のプラスということになりまして、はい、456% のプラスですね。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。失礼いたします。